こんにちは、キーナと申します。前回、このニロ 2.0 のロボットを、初めて電源つけてみたんですけれど、その時に、この三軸目のモーターの接続に、問題があって、その原因でうまく立ち上げられなかったんですけれど、その後ちょっと原因を調べて、ワイヤーの接続全部見直したんですけれど、結局このアルミのチューブの中に入ってるプラグの一つのワイヤーに、もうつながってないということ原因で分かったんですので、残念ながらこの接続のコネクタは持ってないんですから、とりあえず対策としてはこちらのジストのコネクタいっぱいありましたので、ここからワイヤーを引いて、でここに接続しようと思ってるんです。組み立て直せばね。これからこのビデオに、まずロボットの組み立て直す作業ですね。で、それからこのツール、これは 1.0 のロボットの、グリッパーツールなんですけれど、これ完成で、これはパーツで、2.0 のロボットのための同じツールを組み立てようと思ってます。で、それが終わったら、今度はまた立ち上げてみてということですね。じゃあやりましょう。ぜひコメント質問ありましたらいただければと思います。よろしくお願いします。
Good job, ゴリタンにね、行きました。